両翼下ガンパックに NS-37 を装備した、イルニ地上襲撃機 NS-37 は、第二次世界大戦中のソビート連邦で開発された、合径 37mm の航空機関砲である。名称は、開発者の A.E. ヌゲリマーンと A.S. スラノフの頭文字に方向形を組み合わせたもの。NS-37 は、 信頼性が低かったシュパトルニーシュマイナス37を更新する形で登場した。NS マイナス37の用途は、走行目標を含む地上目標の破壊と大型の航空機を一撃で撃墜することとされ、弾薬は 37mm もの大口径のものが使用されることになった。第16設計局の AE ヌデリマーンと AS スラノフによって設計され、 1941年から局内にて組み立てが行われた。試作品は1943年に最前線でテストされた後生産が決まり、第二次大戦終結の1945年まで生産が続けられた。NS-37 はラグ -3 と約 -9T 戦闘機のモーターカノンとして機種の V 型エンジンのシリンダーブロックの間と、 イルマイナス日常襲撃機の両翼かガンパックに装備された。3 7ト、mm、ルもの弾薬は非常に高い火力を示したが、初速の低さと強烈な反動が相まって目標に命中させることが非常に難しかった。パイロットたちは短いバーストで射撃する訓練をしたが、軽量な航空機に搭載された場合には最初の一撃しか正確に狙うことができなかった。 加えて、中戦車と重戦車の上面走行を貫通するには40度より高い角度で射撃を行う必要があり、実際の戦闘で戦車を撃破することは容易ではなかった。これらの理由により NS-37 は、間もなく、より軽量な 37mm155 弾を使用する N-37 機関砲に更新された。 NS-37 の後継拡大版に 57mm160rb 弾を使用する N-5757mm 機関砲が存在する。ありがとうございます。